まずこれスタイヤ、ステアですね。これもラバーガーなんですよ。もう一丁はね、これアントニオ・バンデラスのデスペラード、こうやってポスターに写ってるじゃないですか、あの銃なんです。でこれもね、ラバーガンでした。うわー、驚いた。はい、トッティチャンネル用意スタート。あー、どうもトッチーです。先週ラバーガンの話をしまして、USAS-12 のラバーガンを買ったよっていう、ハリウッドのプロップ屋さん、プロップ屋さんじゃない、プロップの、オークションから買ったよっていう話をしたら、他にどんなのを買ったんですかっていうご質問がありました。で、ラバーガンっていうのは要は全部ゴムだから、税関通すのも問題じゃないし、銃刀法的でも日本で所有できるんで、まあまあ、ガンマニアアイテムとしては、割といいかなと僕は思うんだけど、あっちね、アメリカの方ではね、実銃がいくらでも手に入るわけですよ。なんで、例えばスターさんが使ったとかね、主役クラスが使った銃ならともかくも、そうじゃなきゃもう、ゴミと一緒で、捨て値で売ってるわけですよ。だって、元来のラバーガンっていうのはね、出来で言うとね、まあ簡単に言うと二つ割りの型の中にゴムを流し込んで固めただけなんで、タイ焼き。タイ焼きわかる？タイ焼きがこうあるとさ、少しこう間がこう空いてたり、ここらにこう変な耳というの？餃子で言うと羽みたいなのがついてるのがあるじゃないですか。要は、あんな状態のをこう削ったりして作ってるんで、要は、そばによるとね、あまり見栄えが良くない。で、もう銃口も鳥羽口までバサーッと塞がってたりするんで、まあ、よっぽど映画好きの物好きじゃないと買わないというような代物ではありました。はい、1970年、80年代ぐらいかな。シュワちゃんの割と一番元気の良かった頃にやってたゴリラとか、なんかあったじゃないですか、ああいうアクション系の。それでね、あと、プレデターとかね。なんかだとね、ラバーガンがね、結構ね、アップシーン出てくるんですよ。シュワルツネイカーがね、持ってる銃は、ちゃんとしたんだけど、背負ってる銃がね、ここのとこにね、宮本武蔵の刀みたいに銃口が見えてるんだけど、かなり寄ってもね、この銃口がね、鳥羽口まで塞がっててね、少しね、どっちかにこう曲がってるんですよ。つまり、背負ってる銃なんかはそのラバーガンを使ったんですよね。で、向こうの、特攻屋さんの、つまり、プロップガン屋さんのあれとして、発砲シーンがあると、技術者を呼ばなきゃいけないんですよ。で、呼ぶとね、日本なんかより全然ギャランティーが高いわけ。特にフルオートマシンガンなんかを使うとね、なんかえらい高い金を取られるらしいんですね。なんで撃たないシーンは極力そういうダミーのラバーガンで済ましちゃったのも結構あると思います。プレデターってあったじゃないですか。変な、こういう、ビラビラが下がったような感じです。あれに出てくる銃もね、結構アップシーンでもね、撃たないシーンはね、ラバーガン使ってますね。なんだっけな、ヘケラドコックなんかがね、こう地面に転がってるシーンなんか、もう明らかにね、銃自体が歪んでるのがわかるようなのも平気で画面に出てきたのは記憶にあります。向こうのまあそのラバーガンのオークションで、まあいろいろカタログ、割と綺麗なカタログが来るんですよ。で、見るとね、戦争映画で使う、例えばガーランドだとかね、日本の38級歩兵銃だとかね、なんかはね、本当に数物で、いっぱい兵隊さんがいるのに持たせるんで、結構ね、そのタイ焼きクラスのがあって、で、中にね、まあ、鉄棒というほど太くはないか、なんて言ったら洗濯屋さんがくれるハンガー、あれの針金、かなり頑丈な針金がで作ったんです。あれよりもう気持ち太いかなぐらいのが中に入ってるんですよ。そうするとね、使ってるうちにね、どっかからね、その先端がプチューンと出たりしてね、結構危なかったりするようなのも、そのオークションでは売ってました。それはもうね、日本円にするとね、1万2万の値段なんですけど、でも、日本の場合はね、ダミー銃で、大概の銃はね、もちろんモデルガンは高いですけども、安いエアコッキングガンとかあったんで、まあ、まず必要はなかったんだけど、まあ僕自身のその映画趣味と面白半分で、あと、日本で売ってないやつね、モデルガンとかで売ってないやつは何丁か買いました。
それをちょっと今日あの倉庫で何とか見つけてきたんで、またご紹介しますね。まずこれ、あの、ステアですね。ステアなんですけども、あの、これもあの、この辺わからないか。あの、わかる？ラバーガーなんですよ。ぐにゅ、ぐにゅ、ぐにゅっとね。でね、これはね、あの、ここにね、これ向こうで言った時の札が残ってるんですけどね。わかります？ダイハードって書いてあるんですよ。本当かどうか知らないですよ。あの、ダイハードの1かな？あの、中富ビルが、あの、占拠されるやつね。あの、クリスマスに。あれで、悪役の中にいた、あの、ロン毛の金髪のお兄ちゃんが、あの、確かスタイヤ使ってましたよね。だから、それに使ったやつだよ、ということで、売ってたんですよ。これはね、そこそこいい値段しましたね。5万円ぐらいしたかもしれないな。だから、当時で言うと400ドルぐらいはしたかもしれません。うん。で、まあ、少なくともその、ダイハードにはスタイヤは出てきて、当然これと同じラバーガンは使われたんだけど、これが実際にその映画で使われたかどうかは、あの、定かではないけど、一応、そういうふうに書かれた札はついてます。ということで、まあ、これはあの、日本でもあの、2社か3社からあの、出てましたよね。あの、ガスガンかなんかで。なんであの、うちもそれをベースにしたプロップガンがあったんで、それの、まあ、要は投げ捨てをダミー用で、お仕事半分で買ったんですけども、まあ、僕のあの、ハリウッド映画コレクションなんですけども、スタイヤーのラバーガンです。はい、それから、次、もう一丁はね、これ。これは何かというとね、あの、アントニオ・バンデラスの、あの、なんだっけ、デスペラードかなんか、なんかあの、こうやってポスターに映ってるじゃないですか。あの銃なんです。で、これもね、あの、ラバーガンでした。で、これはね、実はね、そのラバーガンをもとに僕が、あの、シリコン型で、あの、リプロしたんですよ。でね、何丁かね、イベントで売ったんですけども、あの、買ったラバーガンの値段よりも稼げました。何丁か、10兆以上売ったかな。でね、あの、ガネのラバーガンはね、もう完全にこの辺もあの一体だったんですけど、これは一応あの、ここネジ止めになってて、これだけ別パーツにして動くようになってるんです。これも銃口も、もうここもここまでしか入ってない。あの、中もね、少し、ここで使えてます。こっちはもう、だからこのくらいしかないんですけども、まあ、あの、こういうもんです。で、これはね、あのね、とってもね、抜きが綺麗だったんです。で、なんでこんなに綺麗にこのラバーガンは抜いたのって聞いたら、あの、アメリカの銃刀法、まあ日本、銃刀法って言わないで、銃のレギュレーションだと、あの、大きい銃はね、結構許可になるんですよ。で、小さい銃の方がうるさいんです。小さい銃の方がね、まあ、あの、隠匿できる、あの、隠し持てるということで、アメリカ国内で作ってる銃に関しては、まあ、割とちっちゃいものもあるんだけど、海外から入ってくる銃に関しては、そのちっちゃいやつはね、ダメだった。だから、PPK ってありますよね。あの、007用語使って。PPK っていうのは、あのね、高さが、だったかな。あの、とにかくね、あの、アメリカの銃のレギュレーションだと、ちょっと小さいんですよ。つまり、輸入できなかった。それなんで、アメリカ国内は PPKS という、あの、今、あの、モデルガンでも、エアガンでもありますけども、あれと PPK と、こうやって並べてみるとね、グリップが少し PPK の方が短いんですよ。つまり、ちっちゃいんですよ。で、それで、アメリカ国内に持ち込めなかったんで、PPKS という、アメリカ輸出仕様を作った。だから PPKS というのはアメリカ仕様なんですよ。まあ、そんな国で。で、ショットガンもね、あまり短く切ると、法律に触れたんです。で、このアントニオ・バンデラスが使った、この、あの、サイドバイサイドの銃も、その、あまりにも短く切ってるんで、アメリカ国内のレギュレーションでなんかダメだったらしくて。で、その、あの、発砲してるシーンはね、メキシコで撮ってるらしいんですよ。で、アメリカ国内信用に、まあ、要はすごくリアルなダメージを作ったというのが、あの、元々で、すごくこの抜きの綺麗なのが売りに出てまして、それを買いました。まあ、あの映画自体がちょっとかっこよかったんで、で、僕、あの、ショットガンマニアなんで、あの、もちろんプロップガンですよ。だからね、あの、あれもダメなはずなんですよ。あの、マッドマックスの、あの、要はハドソンで売ってますよね。あれもね、確かダメだったはずでね、
なんだっけな、ナッシュ&ブリッジスかなんかでね、女の子の3人組がね、あの、オードリー・ヘップバーンのね、ティファニーで朝食をで、あの、こういう、この辺にこう、お団子の頭で黒い、あの、ボディコンのスーツ着て、あの、サングラスかけてるね。あれのそっくりな格好をした3人組がね、ショットガンの短いのを持って、銀行だったか宝石店だったかを襲う話っていうのがあったんですよ。で、それで持ってる銃が、どう見てもハドソンのマッドマックスなんですよ。で、発砲はね、CG だったかな、なんか、あの、とにかく日本の電気百科みたいなのが、ちょっとチャッチかったんだけど、持っててね、なんでこんなもん使ってんだと思ったら、やっぱ向こうのレギュレーションで短く来たショットガンっていうのは、プロップガンでもなんかダメみたいで、で、これもだからそういうので、すごく抜きのいい、そのダミー銃があったんで、これはもう、そこそこいいお値段だったんですけど、これも買ってみました。あと僕が見たね、あの、日本国内で見たね、ラバーガンはね、これ僕が買ったんじゃないんだけど、あの、スターシップトルーパーズって映画があったじゃないですか。あの、近未来でなんかあの、でっかいゴキブリみたいな虫、あれ、タソリかみたいなのがわーって出てきて、あの、こっちの兵隊さんもなんかあの、植民地海兵隊みたいなね、あの、エイリアンのあんな格好してバリバリ撃つやつがあったじゃないですか。あの、あれの、兵隊さんの装備、あの、鎧というか、ボディアーマー一式がね、ホビージャパン、僕あの、ホビージャパンのあの、アムズマガジンに記事書いた頃に、あの、一式ね、なんか展示用に来て、それにくっついてきたのが、その、あの銃のラバーガンでした。で、よく見ると、あの、まあ、普通のあの、M4 だったかな、なんかが中に入るようになってるんですよ。で、まあ、もちろん、ラバーガンだから外観だけだけど、こう見るとね、刻印がね、見えたりするんですよ。あの、元になった中に、あの、なんていうの、プロップガンが入ってる場合はね。で、それは見たことがあります。あとあの、エイリアンの、パルスライフルのラバーガンも見たことがありますが、どっちもね、デッキとしてはその、いわゆるタイ焼きクラスでした。針金がちょっと出て、ちょっと危ないようなのが。拳銃もね、時々で、ね、売り物が出てたんですよ。もちろんあのラバーですよ。だから合法品、日本に持ち込めるんですけど。でね、まあ、ハンドガンに関してはね、ほとんど日本だとあの、エアコッキングガンだとかね、安いのもあったんで、ダミー銃としてのね、うちとしての実用の価値はなかったんだけど、あ、これは、モデルガン、エアガンでないなっていうんで、買ったのがね、アストラの400っていう、まあ、ちょっと変わったのがあって、で、なんとなく形も作りやすいし、物も珍しいし、日本陸軍でもね、なんかあの、ショッコさんが使ってたらしいんで、これは仕事用でも使えるかなと思って、そのアステラ400を買って、やっぱりこれもね、型抜きしてね、イベントなんかでね、なんちゅうか、あの、それはあの、ウレタン樹脂で、あの、ぐにゅぐにゅはしないんだけど、樹脂製のを作って売りました。それを買って、孫取りして、あの、しっかり売ってたやつも知ってますけども、まあ、それはそれでいいです。あとね、ちょっと有名どころではね、アンタッチャブルって映画があったじゃないですか。あの、ショーン・コネリーなんかが出てる。あれに出てきたという、なんかこういう、やっぱりさっきの紙のタグみたいなのがついたね、いわゆるスミス&ウェストの M10 のね、樹脂の長いやつね。あれはね、買いました。買ったけどね、誰かにあげちゃったのかな。あの、まあもちろんあの、モデルガンでね、あの、同じのがありますから、別にあの、なくてもいいんだけど、ただあの、アンタッチャブルって映画自体が僕好きだったんで、それはね、ちょっと買って買ってって買ってきてもらったんですけども、あの、やっぱり刻印がね、あの、ちゃんと読めるぐらい綺麗な抜きでした。だから多分撮影の現場で、そこそこのアップシーンまではそれを使って、つまり発砲シーンじゃないね、持ってるだけとか、ホルスターに入れてるだけとかだと、それを使ってたんじゃないかと思いますけども。まあまあ、そんなんで、あの、結構いろんな面白いプロップガンは手に入れました。当時だよ。1990何年ぐらいに、その、やっぱりそのオークションに行ってたやつに、日本軍のね、あの、銃のラバーガンがあったら、あの、ぜひ買ってきてくれって頼んだんだけど、あの、救急式だとか、軽機関銃ね。本当はあの、92式の重機関銃のね、ラバーがあったら欲しかったんだけど、さすがにあのクラスはね、なかったみたいで、プロップ屋さん的にもあの、当時はあの、92式重機関銃って、キャリバー30にこういうなんかあの92式風の放熱筒をつけてベルトリングをね
あの横の人がね、あの本物はこう補弾板っていう、こう板に乗っかった弾がビビビビってあのそろばんみたいなのが入ってくんだけど、それをねこう手でこうやって持ってね、まっすぐこうなってるように見せて撃ってたりしてましたね。戦場にかける橋の新しい方とかね、なんか見るとおうほうほうほう、こういうことをやるかというのがあったんですけど、軽機関銃とかね、それから重機関銃とかのね、もしラバーガンがあったらね、ぜひ欲しかったんですけど、これはねさすがにありませんでした。なんでうちも今サンベルカってウレタンで作ったりしてるんですけども、ねやっぱりね移動するときなんかね軽い方が楽ですしね、いっぱい箱にドワドワって入れても壊れないし、ラバーガンってねあれあったで結構便利だったんですけども、まあ最近そういう対策もあまりないんで、うちも結構手を抜いてますけども、まあコレクションとしては、僕のムービーコレクションとしては結構貴重なアイテムでした。ということで、トッチーチャンネル、また来週、To be continued! はい、トッチーチャンネル、OK! また来週！うわぁ、驚いた！